パリ五輪第10日陸上4日フランス競技場男子 100m 決勝が行われノア・ライルズ米国打9秒79で金メダルを獲得した準決勝で9秒8台が5人決勝進出8番目の選手でも9秒93 五輪史上初めて9秒台をマークしても準決勝で敗退するというハイレベルな争いを勝ち抜いた8人による決勝を制し世界一早い男の称号を終えた。キシェーン・トンプソン、ジャマイカ、が同タイムの9秒79で銀メダル。フレッド・カーリー、米国、が9秒81で銅メダルを獲得した。21年東京五輪金メダルのラモンとマルチェル・ヤコブスは9秒85で5位だった。 日本期待のサニブラウン・ハキーム、トーレ、は準決勝第3組で自己新記録で日本歴代2位の9秒96をマークしたが、4着で決勝進出を逃した。男子 100m の世界記録は2009年8月にジャマイカのウサイン・ボルトがマークした9秒58。ボリン記録もボルトが2012年ロンドンボリンで出した9秒63。日本記録は2